佐藤康弘は、日本の銀行家、水穂フィナンシャルグループ取締役会長、水穂 FG 取締役、執行役社長、グループ CEO、水穂コーポレート銀行取締役頭取、水穂銀行取締役頭取などを歴任した。1952年生まれ、東京都出身、麻布中学校、高等学校を卒業、バドミントン部では、 三菱商事16代社長の小林健の後輩、丸紅取締役会長の国分文,文也は麻布の同級生である。その後、東京大学の経済学部に入学。大学時代は、武田孝雄ゼミに入り、東京会場、日動火災社長の北沢俊文や、東海旅客鉄道会長の杉安秀らとゼミ活動をし、同大学を卒業した。2014年9月10日、 アメリカド、2009年から、ずほコーポレート銀行東取、り、2011年から、ずほフィナンシャルグループ社長、さらに2013年からは、ずほ銀行東取りを兼務し、新たな中期経営計画のテーマである、ワン・ミズホに沿って、グループ内連携の強化を狙いガバナンスの強化と、意思決定の迅速化に向けるべく、改革の糸口につく。2009年度1億2200万円。 2012年1億1600万円の役員報酬を受けた。2013年9月27日、水穂銀行暴力団融資事件に関し、金融庁から業務改善命令を受けた。この件では、当初、記者会見で参考資料を見た記憶や説明を受けた記憶もない。と、金融庁に対して説明していた。2013年10月8日、取締役会に、 オリコの反射取引についてと題する資料の提出があったなど、2011年7月以降は知り得る立場にあったことを記者会見で認めた。内閣日本経済再生本部、産業競争力会議員などの公職を辞任したことも明らかにした。翌9日に金融庁から異例の追加報告提出命令が出され、10日には菅義偉内閣官房長官が会見で、 金融庁への報告が違っていたのは、極めて遺憾だ。と述べた。業務改善命令に先立つ2013年3月に、旧富士銀行出身者全員を、水保フィナンシャルグループ副社長や、水保銀行副頭取から外す人事が行われており、元大倉省大臣、官房金融検査部金融検査官の高橋、洋一などは、事件発覚の端緒は、 佐藤東取県社長に対抗する他派閥からのリークではないかとする。2014年1月、2014年4月1日付で佐藤が銀行の東取を退任し、フィナンシャルグループの社長を続投することが発表された。銀行の東取には富士銀行出身の林信秀副東取が就任した。2014年4月22日、大田広子元経済財政担当賞を 取締役会議長に迎え、水穂 FG で財務担当の副社長を副議長に据えて委員会設置会社へ移行させた。2018年4月、水穂 FG 取締役会長兼執行役に退く。同年6月、FG 執行役を退任し、FG 取締役会長。2014年9月10日、日本中札アメリカ合衆国特命全権大使。 キャロライン・ケネディに対してアメリカ同時多発テロ事件で犠牲となった富士銀行職員の慰霊碑について説明。ありがとうございます。